はい、こんばんは、マミーのおしゃべりコーナーがやってまいりました。実はですね、もうみんな忘れてるんじゃないかなっていう、今月はね2週も休んでしまって申し訳ありませんでした。本当に風邪をひいてしまって、それとまあ1週目は用事があったんですけどね、そんなこんなで約1ヶ月間風邪をひいてしまったマミーでした。今日のゲストはまたいつものように大本敏子さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、中村智子さん、よろしくお願いいたします。はい、嘉手納町の街角情報局から、告知がありますので大本さんお願いしてよろしいですか。はい、わ、はい、かりました。はい、嘉手納町ハワイ短期留学派遣事業募集があります。これは嘉手納町人材育成会で、嘉手納町の時代を担う中高生をハワイに派遣することにより、その国の風土及び文化歴史を学び、青少年の親善交流を通して総合理解を深め、国際性豊かな人材育成並びに将来国際社会に適応する能力と資質向上を図ることを目的としています。派遣先はアメリカ合衆国ハワイ州で、派遣期間がですね、今年の7月24日から8月の8日、16日間となります。すごいね。で、応募資格はですね、いろいろたくさんありますので、まあこれはもういちいち言ってたらちょっとしょうがないような気がしますので、詳しいことは人材育成会へ聞いていただくとして、まあ、最終的に中学生と高校生を対象。学校教育法に基づく中学校、うん、高等学校または中等教育学校に在学していること、うん、まあ、とりあえずそれが一番最初の、うん、資格になるようですので、これを該当する人は行きたいなと思う方は、うん、ぜひ詳しいお問い合わせはですね、嘉手納町人材育成会、電話番号がですね 956-1111 の4つですね、うん、提出期間だけ お伝えしておきます。3月の14日から4月の24日必着ということで、提出期間が限られてますので、ぜひちょっと様子見たいなと思う方は、どうぞ人材育成会の方へ連絡をして、その他のなんていうんですか、応募資格、自分が当てはまるかなと思う方は、うん、ぜひお聞きになって挑戦してみてください。もう始まってるんですね。もう、はい、募集は始まってるようですね。はい、はい、これは一応終わりまして、障害者地域生活支援事業として、みんなの学校っていうのが始まるでおります、うん、あれこれ19日終わった、これ終わってるんじゃないですか。今日は5分前に入ったんでごめんなさい。3月19日にすみません、はい、これは終わったものを伝えてしまいましたね。はい、それからラジオの広報としてですね、ラジオをお聞きの皆さんに沖縄警察署から交通障害重傷事故の発生についてお知らせがあります、うんうん、1件目は3月の8日、うん、午後8時30分ごろ、うん、沖縄市合わせの県道20号線において、うん、街灯がなく見通しの悪い道路を横断しようとした際の事故です、うん、2件目は3月9日すぐ翌日ですね、うんうん、午前6時過ぎごろ沖縄市三郷1丁目の県道75号線において片側2車線の道路を横断しようとした際の事故です、うん、2件とも乗用車が道路を横断していた高齢者を衝突、転倒させて重傷事故となっています、
昨年沖縄県内では歩行中の交通事故で13名の方が亡くなられていますが、そのうち11名は65歳以上の高齢者となっております、うん、実に 84%、うん、ということでこの多分広報につながったんだろうと思います、うん、沖縄警察署管内では今年に入り道路横断中の高齢者が車両にはねられ死亡する交通事故が2件発生しています、うん、ラジオをお聞きの皆さんは次のことに注意をしていただき、うん、交通事故防止に努めてください。ドライバーの皆様には飲酒運転は絶対しない、うん、翌日まで酒が残るような飲酒はしない、うん、よそ深酒ですね、うん、交差点では一時停止をし安全確認を徹底する、うん、で夜間運転する際は前方走行車や対向車がなければ、うん、ハイビームで走行し広く道路を照らす、うん、道路を横断しようとする歩行者を見かけた場合は停車し、うん、安全に横断できるようにする、うん、これは歩行者優先の、うん、あれですね。また歩行者の皆様には道路を横断するときは左右の安全を確かめ横断歩道を必ず利用する、うん、夕暮れ時や夜間は相手から見えやすい白っぽい服装を心がけ、うん、反射材を着用する、うん、などを実行し交通事故防止をお願いします、うん、悲惨な交通事故を一件でも減らし安全安心な沖縄県を実現するため県民の皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます、うん、ということで、ラジオ局に届いた沖縄警察署から の、うん、告知でした、うん、ありがとうございました、はい、本当にね、この道 の、 この飲酒運転とかそういうことなんですけど、はい、つい、まあ、ここに、ね、4、5日前かなあるのは全く当たり前のことなんですけどね、うん、意外と徹底されてないっていうことがあるかもしれませんね、うん、だからもう一度、うん、再確認をしてやっぱり事故を、ね、避けるためには、うん、そういうことも必要だと思います。私たちみんな運転して動き回ってますのでね、私たちもやがて高齢だもんなで本当に本当に 4,5 日前にね、はい、伝えからビデオ借りてっていうか、いつももうビデオ借りたりするから読谷の方からこう帰ろうとしたらまた知ってる人がごちゃごちゃって一時過ぎもうギリギリで行ったんで、そしたらそば見たら道ではないけどそこの歩道よりちょっとの中の方に駐車場があるんだけど、そこで男の人が寝てるのよ。そしたらどうしたの、大丈夫って言ったら、いやなんか酔っ払ってるみたいだけど意識がない人を起こしてもね、ふんっていう人だったらいいけど警察に届けた方がいいんじゃない、いや知ってる人だから大丈夫よって言ったんですけど、私はね1年ちょっとぐらい前に自分の目の前で丸太があると思ったのよ、車あれしてた。そしたら人が寝てるわけ、まっすぐに、このもうほんと片側がもうそのまま、はい、それでも警察呼んで自分でね知らないし、もうこれちょっとあれったら、だからこんな時は警察呼んでる、もうお願いしますって、私もピカピカアンカーあれつけてそのまま警察が来るまで待ってたわけ、うん、あれ下手すると私が避けていったら次の人も見えればいいけど、もしかすると引いちゃう可能性もありますよね。酔っ払った人っていうのはね、うん、そういうあれがあるし、うん、でなんて家と同じだと思って洋服を外して寝る人もいるらしいんですよ、うん、そのまんまもう自分は家についてるもんだと思ってね、はい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 、だそういったことをしたりとかするんで、もう本当に気をつけてほしいなと思う。お酒を飲む時もですね、うん、自分の癖、うん、まあ、ご自身が分からなくても、うん、家族とか周囲の方たちが、うん、あんたは酒飲んだらこんなするよっていうものをね、うんうん、本当に真摯に受け止めてですね、そういうことに つながらない、うん、つながらないような酒の飲み方、そうそうそう、それを心がけるべきだと思いますね。そう思ってもなかなか沖縄の人ってほら酒強いし、うん、で夜型だからね、うん、そういう形で言ってるんですけど、うちの息子なんかもう翌日ぐらい11時までにはお酒飲み終えないと絶対に自分が残るから、うん、まあね人とのこの接点があるんでね、余計に朝ですね、うん、私聞いたところによると朝検問をすると、うん、ほとんどが飲酒運転、ほとんどが飲酒運転だそうですお願いよ、
もうちょっとこれはね、うん、気をつけてほしいなと思うね。結局本人はねもう一晩寝たし、うん、全体大丈夫だと思って、はい、8時間ぐらいで取れるかな。取れないそうです、あんまり深酒すると。いやでも8時間というと12時ぐらいまで飲めば朝8時ぐらい今出勤時間、うん、じゃあ11時やっぱり7時ぐらいに出勤時間するから。私があの昔聞いた時にはですね、うん、お風呂入ったら、うん、酒の気は取れると。ああそう、いう人がいたんですよ、うん、あれは違うようです、うん、それもダメだそうです。私なんかお酒飲めないからね酒アレルギーで飲もうにも飲めないって感じだから、うん、まあ酒飲んでるとあんな美味しいのかなと思うんですけど、結構明日の仕事がある時は、うん、本当にお酒をね控えてやらないと、うん、本当に朝検問したら、うん、引っかかる人多いそうですよ。だけど朝検問されたら今度はもうみんな遅刻でみんなから大変なことになりますよね仕事がね、また仕事がね、あれでしょうからね、そう簡単にはできないことです。簡単にはできないけど皆さんね、でもね近頃はあんまり検問ってしないんじゃないですか。一頃はすごく検問してましたよね、うん、近頃あんまり検問に当たらないんですけど、なんかね、いやあのスピード違反の方はカメラがあちこちなんか道にあるって話がしますよね、はいはい、だからそういった面で前はもう検問、うん、そういったのがねあれだと思うんですけど、やっぱりこういったのっていうのはね、もう自分たちが本当に気をつけてやらないと大変ですよね、うん、まあ、車を運転する者の一人として、うんうん、ぜひそうですね、あの視野をねもっと広く持って、うん、私この飲酒運転のこのこれが取り締まる前から、私あの主人なんかがたまにもう昔はね、自分がどんな車を持ってきたか分からないって言った時ね、あんた殺人者だよっていうことを言ったことがあるんですよ、うん、だからどんなにあれしてもいいから飲んだ時は、昔から走る狂気と言われてますからね、うん、車もう怖いですよね、うん、今はまた重い罪が重ねるなりましたけどね、昔は飲酒運転で事故でね人をこうあれして歩めてしまってもその罪自体が軽かったわけよ。そんなにまでも、うん、重たくなかったのね。そうそれ自体を思うともう家族のことを思うと大変ですよね、うん、忘れられないし、ただもう民事のね責任の方が大きいから、もうとにかくもう人生終わったようなもんで、うん、って言われるのもよくあるんですね、うん、私なんかもう本当にもう娘とか主人がこう酒飲んであれしたら、うん、本当3時朝おはようございました、うち娘来るもんお母さん起きてる迎え来れる私が夜中走るのだいたい迎えそんなもんですよ。でもそれぐらいしないと子供たちね、飲んだらまたどういうにね、どこにどういうにいるか分かんないし、もちろんタクシーで帰ってくるのもいいけど、このタクシーで飲んでいて帰ってくるっていうのが心配なんですよ、また逆にね。そういった形でまあ ね、飲酒運転もう皆さん気をつけてください。よろしくお願いいたします、はい、それではですね、今日のお話はこれからまあユンタクっていう形になるんですが、これからシーミーが来ます、はいはい、それから今日は旧暦の3月3日、はいはい、皆さんおめでたしてる方、若い女性の方たち海に来ましたかね。昔からね浜売りっていうのが、はい、もう大潮の引き潮か、今日引き潮の時はすごいですよね。そうですね、今日からね、はい、大体ずいぶん遠くまで、うん、水が引くんで、うんね、貝拾いに昔はよく行ったんですね。私がね一番沖縄で本当に貝拾いに行ってすごいなと思ったのは、海洋のちょっと向こうかな、向こうのちょっとあまり名前場所もはっきり覚えてないんだけど、この引き潮の時行ったのよ。でリーフってあるでしょ、ずっとリーフの近くまでずっと行って、そこにね色とりどりのちっちゃいサンゴがあるわけ、こう手のひらぐらいの。これを見た時の感激、それとサザエがすんごい袋のいっぱいみんな取れたわけ。あれはね、今はね近くではね、うん、もう20年ぐらい前かな、の会はないです、うん、20年ぐらい前の話、うん、もうあの時だけどね、今はねかぶれるのよ私もう本当に。でも私の息子はですね、うん、前に私と一緒に行った時、新天地市場で買った貝がありましたよね、尖っていっぱいトゲのある、うんうん、ああいう貝をねどこで拾ってくるか、取ってくるんですよ、今でも。はい、今は忙しいから行けないんですけど、いや潜ってないです、どこ行くのかわからないんですけどね、でそれとか大きなサザエとかサザエじゃない、サザエもそれから、うん、まあアサリですね、うんうん、
ものすごいたくさん取ってきて、うん、一生懸命自分であの水はきをさせて、うん、炊いて、うん、食べて、殻はビニールに入れて捨てておくから、まあ、私たちが捨てるんですけどね、うん、全部自分でやりますよ。うち主人 の, あのグループあのお会いしてる仲間はやろうと思っていたら男ばっかりなんですよ。もう家族で一応参加なんですけど、うちが参加するぐらい、ほとんど他の方たちはね来ないんですけどね、会費が年に1回あるんですよ。でそれを測って1位2位を決めて5000円とかね、この前何回いいからこうもらうんですけど、なるほど、うん、うちはたくさん集っていって1回だけね5000円もらったことあるんですよ。だけど今回はもう景品はないと、だけどそれはやろうと、うん、だけどねもうこの年になるとこのこうかがんでいられないんですよ ね, そうですね。だからうち主人なんかもう一番部署こういったのねやるの嫌だから、こういったのもやめようよって言ったんだらしいんですけど、昔はね会拾いに行って、うん、あのなんていうの今日は遊びに行こうと、うん、そしたらその遊びに行くのにどこ行くのって言うから、うん、今日はおにぎりを作ってね、うん、あの浜に行って、うん、あの知念のうやぎしがと、うん、いやね、分かりませんかね、知念のうやぎって、夕飯の晩ご飯の、はいはい、あの少し足しにしようということで、あの名古屋って沖縄にたくさんありますよね。あれをねもう本当にいっぱい拾って、まあ、拾うこと自体も子どもたちと一緒で楽しいし、帰ってきたら帰ってきたでそれをまたこうあのつついて遊べるしで、結構いい。これ言ったらまたあれですよ、うち今度日曜日なんですよ、うちでも勉強会があるんだよね、その日曜日の日なんですけど、赤貝が取れるの、この大きな10キロぐらい取るんだよ。どこでですか？あのずっと合わせよりもこうあの北側の方に行って、あっちなんていうんだろうな、あの辺に行ってるんじゃないかな。そう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 、うちのジェナ息子も、うん、この黒い黒っぽい、このぐらいの黒っぽいのでしょ、うん、赤貝ったら白よ。貝自体は、はい、貝自体は白白っぽいよ。貝自体真っ黒のがよく取る、よく取る。あれは梅貝みたいな感じの、何がいいってよくわからないけど、中はあの赤、あ、ちょっとオレンジっぽい貝が、あれもよく取ってきますね。まだ大きいのがあるんだ。で時々あの後ろから見て、これは私がもらったってやってる。大きいのから取るなよって言われてからよくあれするんですけどね。私はもう海のものがダメ、結局あの魚介類がダメなんで、海に行ってもかぶれる場合があるわけ、この手が。だから大変なんですよ、そうなんだ。海に行くにも何でも泳いでない、もうだからそういう形でやってるんですけどね、まあ今日まだこの貝拾いとかで、まあ、あれやったんですけど、昔ウジュウってやったことない大本さん？あれ3月3日だったっけ、今日だよね、うん、だからそのあれで昔は、うん、働いてる人も、うん、この日だけは、うん、暇がもらえる、うん、っていうことで女の子はね、はい、特に女の子はね、みんなでそうあのお重を作って、うんうん、あの一人ずつ当たっていたでしょ、うん、一人食べて、ね、もう一個あるんですよ。だから、うん、あのいいところのお嬢様から、うん、下はもうあの貧乏な女中さんまで、そういうともうみんなが行って、うん、あれまあそこ行けない人もいたんでしょうけど、うん、その時だけは、うん、大いばりで女の人が遊べた、そう時代があったらしいです、うん、だからうちね母がね特に覚えてるのは、うち女の子6名いたわけよ、うん、でもう本当に、男3名のあれで11名家族にいとこが2人いたんで13名ぐらいの家族がいたんで、うん、もう本当に独々こう食事もあの時代だからね、私が一番下の方で上はもう19が姉がいるんで、うん、その時代だからもう本当食べるのも大変だったんですよ、うん、だけどこの時だけ一人当たるわけよこの本当のカニのさ弁当箱からちっちゃいのから大きいの全部あれして自分だけの、だそれを翌日まで残してこう自分の必ず残したものを忘れないで食べるっていうのがね、うん、それだけがとっても1年に1回の楽しみだったっていうのはなんとなく記憶に残ってるわけよ。だから今日はできたら3月3日あのおせっかの日にね、これ忘れた人はこのうじゅうを作ってこうとそれも立ててね、赤いあれを、うん、卵も赤色に染めてやるっていう形のね、まあ、一つの、うん、
女性のお祝いですからね。そうでしょうね。私の小さい頃は母親がやっぱりあのお弁当箱、三段重ねのプラスチックのね、お弁当箱持ってって、手と足を洗いなさいって言われて、そう海に行ってね、はい、そうそうそう、で貝拾ったりとか、カニの穴探してカニと遊んだりとか、あれアンさんのあれなのか、女の子のなんでしょうかね。やっぱり海っていうのはほら子宮にも関係あるしてるよね、なんかそういうあれだったんでしょうね。妊娠してる子供、あの人は女の子が行きなさいっていうのはちょっと私もあまり記憶ないんですけど、それは確実になりましたね。ただあのそこであの身を清める、足を水にひた、あの、はいはい、海の水に浸すると、自分のもの、悪いものがそこから出ていく、というふうに言われているっていうのを聞いたことがあります。そうですね。さあ、あと一つ、今日はね、肝心なことをちょっと話しようかなと思ったのは、まあ、あのお彼岸も終わりましたよね。はい、でお彼岸がちょっと不足だったのは、また今年また秋に来ますから、あのそれやってくださいということで、お彼岸の話も少し出るかもしれませんけどね。シーミがあります、はい、もう、来月のね、もう中旬、そうですね、中旬ぐらい、その前かな、前半ぐらいからありますのでね、4月の4日ぐらいから始まりましたっけ、4日から始まるから、神牛ミはその後の最初の一番日曜日に当たると思うんですけど、あのシーミのやり方っていうのがまたね、皆さんちょっと困ってるんじゃないかなっていうのがありましてね、まずその勉強会を私たちは4月の2日の方で一応テーマしてます、はいはい、カデナの方の元の解放銀行ハートビットということで、まあ、一応ハートビット閉めたんですけど、そこの2階の方でね、3時から勉強会がありますので、はい、今日まあラジオをお聞きの皆さんは、あこれやったら自分はできるなっていう方はね、別に勉強来なくてもいいんですけど、ちょっともうちょっと詳しく聞きたいと思ってる方はですね、あのカデナ町のこのハートビート、元のハートビートの方の2階の方でやってますのでね、はい、ぜひ参加してください。これは飛び入りでもいいんですか？構いません、はい、まあ、たくさん来ないと思うのでよく来て1人いえいえだと思うんで、まあ、何名かは一応もうね、はい、来る予定で一応しておりますのでね。でシーミの時でさ、はい、大本さんは自分の実家は、はい、自分例えば中野さんがいいかな、はい、じゃ中野さんは自分の、はい、ほらご主人さんのところに一応行きますよね、はい、行って、はい、自分の実家の方はどういうにしてるの？いや初めてなんですね今年、うん、だけど去年までは元気だったんでみんな、一応はお母さんが亡くなられて3年目です、ね、実家のね、はい、お母さんが亡くなられて3年はお墓に行かないでくださいって言うんで、はい、一応やりませんよね、ええ、シーミーはね、はい、1年にね誰かが亡くなった時に3年期まではしないんです、はい、もうお墓に行かないっていうのが習わしですからね、はい、しないんですけど3年期終わると本当行かないといけないです、はい、だけど例えば行けない、はい、自分が都合によって行けない場合にどういうふうにするかっていうことですよね、はい、でまずはシーミーに準備するっていうのは重箱のハンクンっていうのはごちそう7品と15の餅を合わせて半君って言うんです、はい、で一組二組一組で半君二組になるとチュクンっていう言葉を使うんですよね、はい、でまず半君で構いません、はい、一つ一つにね。であともしよければお菓子、はい、はい、15個そして果物これは15から21個っていう数字ですね、はい、はい、それを持っていきます。それからですね次はお茶とお酒、はい、そして今度は花を持っていきます、はい、菊の花大体 それに使う水を持っていくということ、はいはい、であと一つ忘れてるのあります。何ですか？内カビ、はい、絶対に忘れないでくださいということです、はい、内カビだけは内カビはですね、うん、内カビとお線香24本、うんうん、はい、あれをいけない人は、うん、前もって持ってきて、うん、あげる人もいたんですよ、うんうん、自分の代わり、うんうんうん、これをはい、ちゃんと、うん、あげてちょうだいっていう感じで、うん、そういう人もいましたね。はたきっていうのがあって24本っていうあれはね普通の一般の人は使わないんですよ、うん、だからそれでどうするかって言ったら12本に3本っていう線香を使うんですけど、ひじゃい紙に今度12本の線香を置くんです、うん、ひじゃい紙墓を開けるときには墓の面会常磐っていうバーンサーがいると、うん、ひじゃい紙っていうのがいてっていうこれがあるんですけど、これに茶わき具は1品ずつをパックに入れて内カビ2枚ぐらい持つんです、はい、はい、そして沖縄では
石場を置いて、そこに線香、12本の線香をね、そこにやって、うん、そして今度は自分たちの、何、このお墓の前にあるコールの中には12本の線香を立てて、箱を開けてもらうと。うん、そして、しじみ行きましたよっていうので、こうやるんです。うん、だからそれが、必ず墓には常磐がいるから、墓を開けてくれる人に頼まんといけないと。うん、ただ自分たちがうさぎても、ひじゃい神の力がないと墓はあかんよっていう。ということは、ただったら行ってが墓が開いたら大変ですよね考えたら、まあそれもあるんですよ、ね、うん、だからひじゃい神の神の力を借りてやるということで、特に私たちから向かってですね、右側になるんです。だから墓から向かったら左側になるのがひじゃい神のあるところ、はいはい、ただじゃあお墓の正面に向かって右側にするんですか。そうです、普通ひじゃい神は線香もお供えする左側にしてたような気がするの。あの左側はなんていうあれがあるところでしょ、内壁が、うんうん、普通は向こうから向かって左側。ただね、今はものもいいようでよ、グイスっていう言葉がさ、ひじゃい神か内壁ビンドと置いてありますよと言葉をかければ、うん、どこにでも行くと。あ、なるほど、うん、だから今私仏壇の話にまた今度戻るんですけど、うん、法事ごとやるときもひじゃい神に置きなさいっていう言葉を使うんです、うん、その時に沖縄の場合は左に、例えば仏壇から向かって右側になりますとね、うん、そこ所間になるんです、はい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 、だから仏壇がある時には私は左側にしてくださいねってことを言うんです。仏壇より一段下がった左側にひじゃい神、その角っこに、うん、それじゃなければテーブル、白いあのテーブルクロスしてテーブル置いてありますよね、うん、そこにごちそうするでしょ、うん、テーブルの中に置いても構いません、下の方に、はい、下の方に、そあのだから人様にあまり見えないようなところに置くのが普通は習わしなんです、ひじゃい神の場合は。法事の時、うん、法事の時には例えばテーブルに白いあのテーブルクロスしますよね、はい、それで上に置いてそのテーブルクロスの中の方に置いておくっていうのがひじゃい神。そうですね、だいたいそうしますね、はいはいはい、だからそれをやって一番最後に、うん、終わって最後にこれを捨てて感謝をするという形ですね。だからこういう形のやり方をしてください。そしてね、ひじゃい神の人たちの食べたものは食べないでくださいっていうのが本当はね、習わしなんです。なぜかと言いましたらね、またこれマミの話はどん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 飛んでいくんですけど、最近韓国の映画で幽霊のあれをのドラマがあるんですよ。で、ある男の子が幽霊がずっと小さい時から見えて、お金を貯めたくてね、まだ完結ではないから途中なんですけど、お金を貯めたくて、多分何かお母さんのためなのか何かやるためにね、このお金を貯めるっていうことで1人1万円ぐらいでとか10万ぐらいっていうこのあれでやってるんですけど、多かったら何万か1万から4、5万ぐらいで1人退治するっていうこのアルバイトしてるんです。大学生とっても頭に行くか、うん、で幽霊を退治するっていう。で、幽霊にもそこ例えば死ぬ時にここ刺されてしまったとか、死んだ時に何っていうところがあって急所があるらしいんですよ。で、幽霊を殴ってそれを消していくっていうのがこの子 の仕事なんですけど、で、ある女の子の幽霊が出てきて自分に頼まれてほしいということをこの子はね、インターネットでこの子を呼び出すわけよ、うん、幽霊がその子を呼び出すわけよ、うん、そしてそうしたら学校のここは幽霊が出るということで、この幽霊にいじめられて自分は困ってるから、うん、っていう形 で見えるからいろんな話をしながらやるんですけど、うん、この幽霊はとっても私が一応あれしたのガチメアであるわけさ、とってもお腹すいたって葬式屋に行ったりでご飯食べたりとか、みんな幽霊仲間が葬式屋でみんなご飯食べたりもしてるわけ。そしたらお腹すいたってこうもうこの男の子料理がとっても上手なもんだから、ごちそういっぱいあげて肉から何か食べるんですよ、うん、で最後に見せるシーンがね、何だと思います？この子一緒に食べてて見るんですよ、うん、で見て終わったらね、終わった時には誰も食べてない状態を見せるわけ、はいはい、このままあるんですよ、一生懸命食べてるんですよ、うん、これを2度3度このシーンがあるんですけど、うん、食べた後のご飯はそのまま残ってる状態を見せるんです、うん、だから私が言うのは皆さんね、例えば仏壇にお供えしたりね、ひじゃい神にお供えしたりしますよね、うん、それはその方たちが食べてるっていうこと、うん、そのうち武尊長カマンディ氏が、ええ、そうじゃないんですね、うん、それを韓国の映画でしっかりそれ見せるんですよ、ドラマで。またこれがとっても若い結構いいグループのこの
人とこの女の子も結構あるんだ。だから年寄り向きじゃなくて若い今の時代にあったこの幽霊キスしてっていうこと、でキスをした時にこの子は記憶をなくしてるもんだから自分がどういうふうに死んだか自分の名前も覚えてないという状態で、そのこの子とちょっと何気なく口をあの転げ落ちた時愛した時記憶が戻ったわけよ、自分がなんとなく事故にあったみたいな。だからセーラー服つけてるんだけど、その子を記憶を戻すためにこの子を使って自分を戻したいからっていうのドラマになってるんですけどね。だから一生懸命すんごい大食いだってことは食べるんですけど、だからこの男の子は一生懸命あげますよね、でたくさん食べてるからこれそのまま片付けるんです。だからこの残ってるシーンをたくさん食べてごちそうさまお腹いっぱいってるんですけど、終わった後に見せるのはそのままご飯も全部そのままあるんです。だから皆さんね、これを信じるか信じないかって言うんですけど、よくお産できたのを食べた方がいいとか言いますよね、カメはって言うんですけど、体の調子の悪い人もう食べるのがなければ私は食べてくださいって言うんです。例えば家に自分たち困っていてこれをね感謝するのも大変だと言うんでしたら、もうできたらもうね食べていいんですけど、なるべくはこの幽霊たちが食べたものって言ったらおかしいですけど、この姉の門番の人たちが食べたもので、特に私は拝みの時はよく言いますよね、拝みの時にね、あのヤーサが見してる人たちのものをね食べるのと。だけどお仏壇にお供えしたものっていうのは自分たちの家族が、私は自分が子供が残したものとか主人が残したものを食べると思うんですよ。だから自分のお父さんお母さんが残したもの、おじいおばが残したものはおさんね、取って小さい時にね、私の記憶の中では、お仏壇にお供えしたものをうさんでして食べると、でそれを食べない人は逆に怒られたんですよ、なんでって、いやどうがんかまんもんどウヤファー夫人かクイーンなと、ウサギーなと、そういうふうに自分が食べれないものをね、ウヤファー夫人にウサギって言うと、逆に言われて仕方なく食べているっていうのも見たことがあるんですね。あの重箱の中に入ってるものって豆腐、揚げ豆腐、それから昆布、この獅子かまぼことかこういろんなのがあるでしょ。よく長寿の人に聞いてみたら、年いけばいくほど肉を食べなさいよってことが聞いたことありますね、長寿を目指すんでしたら肉を食べなさいって言うんです、だから結構90歳以上とか生きてる方に、どういったのに気をつけていますかって言ったら、やっぱり肉食べてるんです、定期的に、タンパク質は必要ですよ、やっぱり。だからそういったのとかごぼうとか昆布とかあれはもう長寿のもとなんですよ、ただ私が言うのはウサンデーって取るのってありますよね、ウサンデーもしないでごちそう引かないでしょ、ウサンデーってやりますよね、この分だけでも取ってこの分はもう食べたもんだということでその分は感謝して捨てなさいよと、あの八トレーって八、そうそう八トレーって言いますよね、それは必ず一品ずつ、最低一品ずつを取って、で割ったお豆や豆腐状を植えていくと言って、豆腐は2つとかね、こんなしてやってあれしました よくこのウサンデーは一番の例えば長男とかこの家の主にあげなかったですか、取ったのですか、取ったのは、ウサンデーは取ったのはあれしてますよ、打ちかびするときに、一緒に入れて、だからそれもあるんですけど、ウサンデーはだいたいそのお家の長男かそのお家の主が食べるっていうのがあったんです、ということは一番その家の主はその家のこの仏壇の人と直結だから、だから子供の残したのを食べるとかね、親子の関係にある人が食べるっていう形のね、そういうやり方があったわけなんですよ、だけど今は物も豊富だから、例えばひじゃい紙も昔はぬくやはね起きなさいよっていうことがあったんですけど、そうですね、なんていうの、切れ端でもいい、イカは、いやイカ天ぷらとか、野菜天ぷらとか魚の天ぷらは両端落としますよね、それを集めて豆腐ごと、それから裏ひじゃい紙、そうこんなしてやってましたね、だからそういったことがあったんですけど、今はもうこういったのね、だいたいあれも食べるものも豊富になったんで、だから私はできたらパックに一つでも入れると、地獄の沙汰も金次第という言葉がありますよね、だからそれがあるように
結局はできたらワンパック入れたって貧乏しないですよ、うん、その人たち。確かに。それで内カビもあの1枚が大体4枚から5枚、4枚、今4枚ですね、4枚ね、うん、これを2枚ぐらい入れてあげる、うん、で例えば自分たちのおじおばたちに備える時にも1人1枚から2枚をお小遣いっていう形の方向になりますのでね。それからね、もう一つこのドラマの中でやってたのが、自分はずっとセーラー服だけつけてると、で5年ぐらいになると死んでからこんなもあれかボロボロなだから、すごい可愛いドレスが欲しいという形で言ったわけよ、うん、そしたらそのドレスが欲しいんだけど、そしたらこれは買ってきたらどうするのって言ったから、あんた今これつけてるのにどんな人あんたがこれがつけられるのって、買ってきてから燃やせばいいっていうわけよ、うん、燃やしたら結局自分がつけられるという形で言ったもんだから、うん、もったいないと、この子お男の子ケチだからさいやもったいないっていうわけよ、うん、こんなね燃やすの。主人公はにあの生きてる人間なんですか。そう、うん、大学生の男の子、うん、で高校生の女の子が幽霊であるわけさ、うん、でセーラー服つけてしょっちゅうつきまとったり、うん、で結構強いんですよこの子たち。だから2人でこのあの悪霊と戦うっていうドラマなんですけどね、うん、そういった可愛い女の子のこのドレス、ピンクのドレスが欲しいって言うんですけど、もういや燃やすぐらいともったいないからっていうことでこの子男の子あれしてやってたら、うん、ある日な何かこの子が寝てる時にちょっとあれしたんで、あのドレスのことをあれして燃やしたら、寝てる間にこの子がねドレスがつけることになるわけよ、うん、そういう形で。だからまた私たちが今から話するのは、内カビは燃やすっていうのがありますよね、はい、うん、例えばあの法事ごと、はい、例えばあのシーミに行った時には自分たちのウヤファウジにあげるんだったらきれいに燃やしてくださいよと、はいはい、内カビはも、ね、燃えかすがあったらあの請求かかってくるよとか言って、はい、きれいに燃やしなさいよって言葉がありましたよね、うんうん、それは自分たちのウヤファウジにあげるんだったらきれいに燃やしてくださいよって話するんです。ただしヒジャイガミの人たちはこれヒジャイガミによっていう形で言うと言って燃やしてもいいんですけど、ヒジャイガミの人たちは燃やさなくてもいい、そのままね水に濡らして捨てもいいです。はい、構いません。あの例えば拝みの場合は燃やさないんです、普通は、うん、燃やさなくて水で濡らしてやるとこの拝みをした人たちが全部持って帰ります、うん、だから皆さんがウヤファウジにあげたいと思ってもな、あの何このお家の中で燃やしたら、うん、飛んでしまってどうのこうで、道で乗らせてる人たちもいいさって形でやると、自分たちのおじおばはこの内カビもらわんよという形になるんです。でね、内カビは家の中で3年期まで家の中で燃やしてくださいってことを私言うんです。3年過ぎたら外でもいいよという形で言うんですけど、その時にはね、一回内カビを開いてぐにゃって曲げてるんです。曲げて燃やすと本当に飛ばないんですよ。うん、これを覚えてくださいということ。家の中で燃やすときには開いたまんまじゃなくて一回開かせてグッとこうねひねるんですよ。でひねった状態で燃やしたら飛ばないです。これ昔の人たちで本当にこういうことをちゃんとしたんだなと思うんですけどね。だからもう家中が煙だらけどころじゃないですよ。もうもうとするぐらい、うん、こんなに積んだうちから燃やしますよ。与那国は。与那国はね、うん、家の中で。家の中でちゃんとあの穴を開けて水も入れて、うん、このやらないあの、うん、自家製の作ったのをみんな持ってるんですね、うんうん、そしてあのやるこのこれを燃やす時、うん、いう言葉があれなんですよ。このお仏壇にいる人たちの、うん、まず にではなくて誰それさんの要するにこっちの主、うん、がいますよね、うん、主 あの何々家の親、うん、ファーフジカイローと、うん、一番最初は、うんでまた今度お母さん方のウヤファーフジカイドと行って燃やして、うんうんうん、そしてあのこれまたあのもうワッターがわからんあのウヤファーフジの面声で、うん、あの補ってあげてくださいねって言ってからまたやるわけ、うんうん、それから今度はこの中にいる人たちにこれは誰のお小遣いこれは誰のお小遣いこれは誰のお小遣いでこれは主この矢野主からの、うんうんうん、でまた持ってきた人たちのものはい売れたがもターからのまたあのうやぎろって言ってからまたこうして燃やしてもう相当時間かかるよ。あのですね、内カビをあれする時にはただあれよって言うんじゃなくてあの誰それにあげなさいって言ったら自分たちの例えば弟がもし亡くなってるとしますよね。
上にたくさんいらっしゃる時には、うん、あの人たちが全部取ってお父さんは一銭ももらってない場合もある。うんじが小遣いどうって言ってからさ、だからあのあげるわけ。ウヤファー夫人に誰それに、うん、ウヤファー夫人のこの系列の人これは誰誰お父、名前をきちんと言ってやらないと。名前がわからない人には、うん、もうあのうんじさんに脇みそりようと、脇ってちゃんとあの。あのなんていうの、あの交際しみそうりよって言って、うん、それをこれをあげるわけ。きちんとそれをしないとですね、うん、これがグイスっていう言葉になるんですけど、うん、私たちは誰それにあげてくださいっていうのは見えるし聞こえるし、ユタとしてはこういったのがあるんですけど、素人さんの場合はそういうことがないんでね、じゃあどうするかって、ちゃんとグイスっていう言葉、言葉にして言葉に出して言ってくださいっていう言葉をお話しするんですよ。はい、クレーターが小遣い、うん、クレーターが小遣い、そうそうそう、みんな呼ぶよ、うん、そして例えばこれはね、ある時もそうなんです。タオル、タオル、人が亡くなった時にタオルをお土産持たせていますでしょ、はい、あれお棺の中に入れるの分かりますよね。分かります、はいはい、燃やす、不足したものは後でこのあれの下に置いてもいいですよっていうことを言うんですけど、ちゃんと本当にあの燃やすとちゃんと持っていけるんです、うん、だけどよくこういうこと、あ、自分たち入れるの忘れたからっていうことでですね、あのタオルをじゃあ新十九日の間に下に置いてくださいよってことを私言うんですよ、うん、そしたらこれどうするねって言ったら、燃やして捨てるか感謝して捨ててくださいねって、なんでよっていうわけ、うん、あなた方は本当はあの時にあげるべきものだったんでしょ、あげたんでしょ、そのために不足だからあげたんでしょうって言うんですけど、物があるから捨てるのが惜しいんです。うん、だからそこは本当に気持ちの中からこの人にあげたのかどうかっていうのを確認するためには、燃やすか本当捨てないといけないということですよね。私はシュートベがの時には本人がとっても大事にしてた、気に入ってた一番上等木も、うん、上からかぶせて、うん、持たしましたよ、うん、だから本人にちゃんと着せようと思うのはちゃんと燃やさないとこの人が受け取れないっていうことです、うん、これだけは覚えていてほしいなっていうことですね。これは日本の映画あんまりこういったのがないですよね、こう燃やしてやると。そうですね、あの昔ほら誰かがやってた送り人っていうのがあったでしょ、 はいはい、あれはなんかこんな感じでいろんなこの冥界のあれが、うん、なんかいろんなことがちょっとあったような、うん、らしいんですけど、うん、私見てないんでわからないんですけど、うん、あれは結構ね、うん、そういうあれが、うん、あったような言い方してましたね。そしたらね、また今度またしじみの方に戻るんですけど、中村さんのところは次男だけど長男のあれで自分たちがお墓守ってるんですよね、はい、ね、例えば次男三男のって言いますよね、墓の主は長男が大体見るから、次男さんなのの、じゃあ男の子たちが自分の実家の墓に行くという時にはどうするかって言ったら、本当はね、半分、そうそう、ごちそう、例えば七品と結局餅とっていうのは、これ半分一応持っていかないといけないんです、うん、でも男の子はね、うん、なるほど、だけどもしどうしても自分たちは、いやもうごちそうまでいいって言ったよって言った時にはね、果物とお菓子2つ持っていくわけ、はいはい、そしたらこれ一対一という形になりますので、うん、2つは必ず持っていってくださいと、自分の男の子は自分の実家に行くときは、これって一対じゃなくて違う、おかずと餅か、餅かお菓子、お菓子か果物、うん、そうそう、そしてね、これは例えばもうどこに行くにしても、例えばウフヤマル、ムンチュヤマルって言ったとき、うち兵士で全部済むんです。あ、はいはい、うち兵士って分かりますよね、1個お供えして、はい、次行くときにはそこからやろう。だけど例えば女の子はじゃあどうするかって言ったら、そこで一回こう打ち死にした の自分の実家にやりますよね。例えば重箱と餅をやったと、先生そこでうさんでして餅取るでしょ、そしたら自分の実家にあるものはね、餅を一個入れてそれまた持って行ってもいいんです。うん、もしくはでも自分たちの中村さんの場合、自分たちが全部花から落ちあれも全部準備するでしょ、うんうん、だけど自分は実家に行けないと、うん、その時には自分の果物でもいいし、果物だからリンゴかみかんバナナのうち1個うさんで取ったものに継ぎ足しを1つ持っていてね、自分だけ墓からちょっと離れて自分の墓の方向に向かってですね、うん、内カビに2枚と線香12本の線香、これを持ってですね、線香石場の上に置くわけ、はい、
はいはい、そして内から持って果物を内自衛死したものをねそのまんま持っていってその方向に向かってこれをまた半分というわけ。女の子はどっちか固く、うん、果物だけ結局は餅だけ、うん、それじゃなくて果物あお菓子だけっていうこの肩具を持ってやるのが普通習わしなんですよ。だから自分が実家に行くときには女の子だからいっつい持って行ったらダメですよ、うんうん、この時は肩具を持っていくっていうこと。女の子は自分の実家に行くときは肩具の一つ果物だけかお菓子だけかどっちかを一つ持っていくってこと、うん、で行けないときにはですねこれが一番今回私勉強してほしいなっていうのがあったんですけど自分の実家に行けないときにはみんなはもうここでガチャガチャあお墓でみんな ごちそう食べようとするときには自分だけ果物を持って行ってね、うん、このお盆に乗せた果物を持って行って内神と自分の実家の分はその方向に向かってあのトモコですと線香も立てる線香ね、はい、この線香に火をつけないときにはね私は30円持ってきます。だ線香持ってきますよ、うん、でもこの場所で線香が使えない、はい気をつけられない、うん、普通は石川の上で線香をつけてやるんですけど線香が使えない火をつけちゃいけない状態のところもあるんですよ、はいはい、その時には線香は置いてこうこうこうでどこどこの屋号行ってあの誰々です自分はもうそこまで行けないからここはうとうししみしますと、うん、通してくださいってことをお祈り入れるんです。そしたらですねあのそこにいる方たちが必ずそこで新たに関連する人とか常磐の人たちがついてきますから行ってくるんです、うん、で線香をつけるときにはですねそのままでも構いません内壁だけでその常磐の人にこの手続きをしてくれてる人にも内壁をあげるんですよ、うん、1枚とかそこからまた自分1枚ずつという形でやりますからね。それやってその代わり線香は半分名刺っていうの、うん、全部は必ず燃やさないということ、うん、半分燃えた時点で消してからやってください。半分燃やすということはそこにその人たちの念あなたの思いを残さないということです、うん、そこから取り除くということ。だから私たち仏壇からほら何7月7日、はいはいはい、日ぬかんの12月24日で半分方たちを半分名刺そこを出すときに半分名刺するでしょ、はいはい、半分名刺しないとダメですよ。最後まで燃やしたら困るんです、うん、だから今なんで火事があるとかどうのこうのがありますので半分名刺してやるんですけどそれをわからない方は線香ただ12本の線香を置いてですね30円のお金を置いてください。そうするとこれはそこまで自分の行ってきてくれる方にということであの臭みが草のあるところに30円置いてそしてちゃんとお三礼までやってからちゃんとお祈りをして自分はそのまた自分みんながいる墓のところに戻ってくるということ。その内自閉死したものに関しては感謝して捨てるっていう癖をつけた方がいいと思います。あ今のお話は、うん、当日やった方がいいんですかその自分 の、いやいやだから日改め行ける人はいいですよ。行ける人は肩ぐずつ持っていけばいいんだけど、うん、でも実家まで自分は行けないからっていう人がいますよね。だからそういう人もそういう人も日を改めるよりはその時がいい。そうそうそう。その時は。うん、まあ、人間的に都合がいい日が。ああ、そういう、ね。だからそういう形です。で、うちはもう必ず重ならないように、うん、みんな決めてやる人が、うん、うちはいつするからって言ってやるから、うんうんうん、まあ重なったことはないんですけど、ね。それでもね、うちの実家はもうものすごい山場に行って。そこからすべて姉が一回腰打ったわけよちょうど新見の時期って雨降るから月帯見でね天気悪い時が多いですからね、うん、それがあるんでもううちまた大体向こうは神牛見て大体読みたの方は第一日曜日にやるんですよ、うん、だからその日に会うしかない時にはもう大体それでねうとうししたりとかそういったのがありますので、うん、その女の子はうとうし実家に自分の実家に行ったことないというね結構いるみたいなんですよね、うん、だけど、うん、これはね兄弟自分たちの兄弟子供たちさ子供たちが仲良くなるためのどれだけ栄えてるかを確認するために、はい、そうそうそうシーミーや、うん、パンマガがあちまいんどというふうに聞いてたんで、うん、うちはもうできるだけみんな連れていくようにしてたんですけど、うん、だからそして今度はね行けない行かない人の話ですよね。シーミーうちなーではその日が干支に当たる人は墓に連れて行くなっていうのがあるんですよ、うん、
だから例えば子どもたちの、まあ、夫婦はなるべくこの日は避けたような形で持っていけばいいんですけど、あのなるべくこの干支に当たる人はナチュラル関係っていう言葉を言えるぐらいにしないといけないということ、その子の干支に当たってる日はあんたもういいよ今日あの新名自分たちで行ってくるからと、毎年それでも困るんですけどね、だからなるべくその日に当たった人を無理やり連れていくようなことをしないでくださいと、そういうことですね。まあね、あんまり元気のない人とかね、うん、風邪ひいてる人とか、ね、そう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 、おめでとうしてる人も連れ行かない方がいいんですよね。行かない方がいいって言いますね、なるべくは。だからそういう形があって、あの墓のあれの時にはね、なるべくそういったのを気をつけながらやっていってくださいよという形のがありますよね。で、今ちょうどもう今来月4月4日、あの2日新暦のね2日3日4日で旧暦の三四っていうのはね、私仏会内地の人たちはお墓に行かないでくださいっていうのがあるんです。ありましたね、これ仏会の入り口が開くっていうのがあるんですよ。でうちのあの霊界入り口は旧暦の7月7日から13日じゃなくて16日まで開きます。16日まで開いてる、はい、送るのが16日だから、その送る閉まったらいけないもんね。そうです。16日13日に15日に送って16日までにまだうろうろしてる人もいますよと。だから沖縄は16日はイエイサーということで絶対仕事もさせないぐらいですよね。だからそういったのが日にちがあるのがそれだということ。だからあの多分お彼岸が2回あるみたいに、この霊界入り口が開くのが2回あると、新暦と旧暦とっていう形のがあってですね、でまた内地の方のあの神の世界が開くのがあのハロウィンの前日からハロウィンにかけて開くらしいんですよ、そしたらね、この間本当にうちの人に、私まさかこれと思わなくて、このなんとかゴーストっていうのがあったもんで、だからこのビデオ借りてきて洋画だったんでね、主人に見せてた、あれ意味わからんかったさって言ったわけや。だけど私が見直したら、ハロウィンの日にあの子供たちが誘拐されたと、その誘拐されて、あのアメリカで結構誘拐があるんだけど、この日に普段は大体戻ってくる、誘拐っていうのはいなくなるんですよ、子供たちが行方不明になって迷子になったりとか、日本でいう神隠しみたいな感じで、そうそう、そしたらハロウィンに戻なあのいなくなった子供たちの半分ぐらいはもう戻ってこないという形のがあったもんだから、そしてそれをでもこのお父さんはもうこの子が結局遊びに連れて行ったりしたんで、夫婦とも離婚はしてるわけよ、もうあなたのせいだみたいな感じで、だけどなんとなく息子がずっといるような気がするわけさ、そばに。でこの子があのいなくなる前に行ったのが、レイにあのお金を払わでっていうわけよ、お金を払わないといけないみたいな感じの言葉を残していなくなるわけ、そしたらこのハロウィンにいなくなった人を調べてみたら身近に3名ぐらいいて、必ずそういったことを子どもたちが口にしてると。だからそういうことを言ったもんだから、何か意味があるんだろうということでね、そしてこのあれを調べていったら、でちょうどこのあのある目の見えないこの男の人がね、このこれを入り口が開くんだよと、僕は目は見えないけど耳は聞こえると、そこに行ったらそこに入り口があるからってこと、それで自分の息子探しに行こう、そしたらこの何亡くなった念の強い霊がその子供たちを連れてそこに連れて行くわけ、でその翌年にしか1年しかないって機会は、もう 2,3 年になる人も取り戻しきれないけど、この前の日に1年前に要するに連れて行かれると翌年は連れて帰れると、期間はそのね、その位置にしかないと、そして連れて帰ってくるこのドラマがあるんだけど、だからハロウィンの日は私死んでないんですね、じゃあ。そうそう、ハロウィンの日は要するにみんなお化けの格好をして自分たちもその仲間だということで、だからかっこいいあのアメリカのこうお姫様とかそういうあれじゃなくて、なるべくお化けみたいな格好をしてる人はあのデイに連れて行かない率が大きいということですよね。だからそういうあれでやっぱりハロウィンの日はお化けの格好をした方がいいっていう、この闇の世界に連れて行かれるっていうこのこれがあるんです。だからそれぞれありますのでね、ただあと一つ私がもうねあと4分ぐらいしかないんですけど注意してほしいなっていうのは、今度旧暦の4月4日がね28、29なんです。4月の4日、はい、4月の3日4日が旧暦の28、29ぐらいに当たるんです。ちょうど連休の日ですよね、はい、内地に例えば
ほら電球に実家に帰ったりするでしょ、うん、だけどお墓参りできなかったからお墓参り行こうっていうのがありますよね、はい、よく実家にこういう何かのあれで電球に帰って子供たちが事故にあったとか自分たちが事故にあったとか川でね子供を亡くしたというのは必ず出てきますよね、はいはい、これはできたらお墓のお墓参りをしてほしくないんです、うん、日にちを避けてくださいということこの2日間は、うん、だからこれを覚えておくことで自分たち家族を守ることができるんですよってことを私はお話したいんです、うん、旧暦の4月4日でも本土の方だと旧暦使わないんでしょほとんど使わないけど、うん、これは私はできたらシーミーやるんだったら28、29日は避けてほしいなっていうのがあるんです。なぜだと思います？沖縄の人たちはお寺式でやってる人たちいっぱいいるんです。お坊さんを呼んで法事事やって、はい、お葬式はもうほとんどそうですね、うん、はい、はい、それで仏壇の日ぬ館もろくろくしないでやってる方たちは、はい、で特に7年期から13年期までの法事のある人たちっていうこの人たち自分たちの身内だけじゃないんです、うん、そういう霊たちが要するに仏様がうろうろしてる場合があるっていうことです、うん、だから沖縄も霊的なものだけじゃなくて今は仏界の入り口も開いてるのってそこでいろいろな人たちが成仏されないね仏様がうろうろしてる場合可能性が多いん でちょうど4月のね2日3日4日を気をつけてほしい。もう交通事故いろんな事故があります。そして28、29ももう事故に気をつけてほしいっていうことです。なるべくはそういったところを、こんな狭い沖縄でね、はい、宗教のあるだけの支部があるしね沖縄は、うん、本当に、ね、もうこのね、信仰て、うん、天国ですよね。 それは自由なんですけど、うん、自分の家族を守るにはマブや入れとかいろんなこともあるんです。こういった習わしを一つずつ覚えておくことによって自分の家族を守るんですよっていうことをね、うん、やっぱり勉強してほしいなっていうのが私の願いなんですよね。だから私たちはもう20年以上のねこう年月をかけていろんな勉強会してるんですけど、今回勉強するのも正しい意味の話じゃなくてこのね今ちょうどもうお彼岸も終わって今度4月4日が来る、まあ、エピフルっていうのこのね嘘ついてもいい日とかいろいろあるんですけど、4月2日から3、4この期間何をするかちょうど2日の日に勉強会しますからね、うん、で今度はこの電気の日に何をすればいいのか何に気をつけなければいけないのかそれをすることでねやっぱり家族を守れるっていうこれを覚えていってほしいなっていうのがあるんですよね。そういう勉強会の都合に合わせて自分の仕事の都合に合わせて日を選んでしまいがちですからね、こういう流れしみっていうことで ね電気にあってやるところもありますからね。ぜひこういったことを気をつけてねやってほしいなと思います。まあおしゃべり講談だったんでもう時間ですね、うん、今回もありがとうございました。はい、じゃあ失礼いたします。どうもありがとうございました。耳が疲れる。ちょうど25日にやるって言ってるそれは、うん、どうしましょう。25日、うん、29日29日、うん、あ29